じゃあリエちゃん、今日はこの前ちょっと雰囲気の、ガイド巻きの動画を撮ったから今日は手元動画をやります、はい、その前に、竿作りの基本のスパイン出し、はい、背骨のね、竿の一番硬いところそれを探しましょう。一番ちょっと竿を曲げてゴロゴロっとさあ、はいね、はい、これが背骨一番硬いところ、まあジギングロッドなんで、フッキングとかしゃくりに力が出せたらいいと思うんで、こいつを竿の上に、はい、だからガイドは逆につけます。そういう形でやりますんで、はい、では手元動画いきましょう。じゃあリエさん大きいガイド、巻きやすいと思います、黒のまた太い糸のね、C とか D で大きいガイド、はい、そこから練習してもらえればいいと思います。だいたい1が、ガイド1が決まっております。そこにね合わせていただいて、こいつはダブルフットなんで片足をテープで留めて、こっち側をね巻きましょう。ちょっと待ってください。これの見本を、はい、ごめんね前、はい、こういう感じね、こういうスレッドのパターンなんで、はい、ここ5ミリぐらいかな、はい、はい、で黒を、はいはい、進めてください、はい、最初の、殺しね、ここがよく見えますかね。ちょっとカメラ寄せます。重要なんで殺しね、見えますか。3、4ターン糸を下に当ててから重ね乗っけていく感じですかね。はい、それでちょっと殺しが効いたら、最後は抜き糸を入れて最後まで巻き切ると。ガイドの根元までしっかり、浅かったらガイドが緩めますからね、しっかり巻きます。 OK、 じゃあそこでちょっとアップにしましょう。ラインを左手でしっかり押さえて、ほどけないように押さえて抜き糸に入れます。で抜き糸をある程度止めたところで、そうですね、はい、手が離せるようになります。これでそこで根元で切って、はい、スパッと抜いちゃうと、はい、このように、巻き切れます。こんな感じです。
じゃあ頑張って皆さんも上手くなってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。